引きこもってしまっているらしいから、なんとかかんとかって人が。うわー、めっちゃお墓だ。私の苦手な雰囲気だな。あー、ほら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 、もう腐った死体とか出てくるし。アンデッドガーデン。あー、それっぽいお城が。まさしくアンデッドたちの楽園。ルーラポイントあったね。あっこ登録しときたい。うわー、ゴーストだらけだよ。とりあえずあの目的地、こいつか。邪魔だよゴースト。じゃあとりあえずスカウトしとくね。ゴーストさんよ、さあ行け。あー弱いな、これは弱いな。あー 50% は行きたかった。スカウト失敗。様子を見ている。もういいや、戦おう戦おう、戦っちゃおう。みんな行け。あ、弱い。でも向こうも弱いんだよな。普通の打撃の方が効くっていうのはどういうことなんだ、幽霊なのに。あ、炎系はよく効くね。まあ強いって言ってもそんなもんねっていうぐらいではあるか。新しい土地に来たにしてはそんなに強くないんじゃないかな。おっしゃー、銅の鉱石を手に入れた。イエーイ、2匹レベルアップ。オークとベビーパンサー。そしてこいつが3匹の墓守りの1匹かな。引き、俺はブンドルド様の1の子分、骨コウモリ。何をだき様。何？ガーデンの鍵をよこすだと？そんな頼み聞けるわけなかろうが。このまま回れ、ん？このまま回れ右して帰るなら今のは聞かなかったことにしてやる。さあ立ち去れ。いいえ。キキー、バカなやつめ。おお、押してしまった。おお、3匹もいるんだな。まあやっつけるよ。さあ行け行け行け。あ、こいつらはさすがにちょっと強いな。とはいえベビーサタン、うちのベビーサタン、ベビーサタンじゃない、うちのベビーパンサーは結構強いよ、オークと。あ、でも体力的な問題がちょっと。あ、ありがとう、ほえみしてくれた。不気味な光。こいつらを、まあ、3匹、こいつらっていうか、こいつを3匹やっつければ、鍵がもらえるわけだ。ん？こいつだけやっつけても鍵もらえんのよね、多分。てか、あんだけ言ってた真ん中のやつが一番先に倒されるっていうのは何事だい？周りの子分の方が強いじゃねえか。まあ、子分かどうかわからんけども。おっしゃー、やったね。はい、スタンバイモンスターレベルアップー。さあ、鍵をよこせ。く、こんな若造にガーデンの鍵を奪われるとは。ブンドルド様、申し訳ありません。グフ。よし。ガーデンの鍵を手に入れた。成仏しろよ。っていうか、ファンキーな墓場だな。めっちゃ光り輝いてんだけど。さあ次は？あっちか。ネクスト。どの方向？この方向？これを道沿いに行けばいいってことかな。あれ3匹倒すんじゃなかったっけ？もう普通に、ネクストに行けばいいのか。びっくりマークじゃなくなっとったね。そして、レベルが上がったけん、もう一回ぐらいスカウトやっとこっかなと、今思っているところ。さあ、スカウト。ゴースト。ゴースト欲しい、ゴースト。あ、あ、おお、いけそう。ベビーパンサーよくやってくれた。さあ、来い。スカウト成功。やったね。ゴーストのゴーちゃん。オッケー。これモンスター預かり所には何匹まででも預けれるんかな。めっちゃ走ってきたけど。骸骨そのまんま。狩猟の騎士じゃなかった。ヘイ、スカウトアタック。どうよ。あー50いかないなー、いかないなー。どうだ、やった、スカウト成功。骸骨のガイちゃん可愛くねー。ヘイ、オッケー。お、ゾンビの使い手。ゾンビ系のモンスターを2体以上仲間にした者に贈られる称号。やったねー。あの橋をちょっと渡って。さあ、もうこいつらは仲間にしちゃったから。
あとは全力で潰しにかかるだけだ。あっこの橋を渡ってとりあえずお城に向かえばいいんかな。なんか引きこもってしまっているらしいから、なんとかかんとかって人が。イエーイ。もうすでに結構やっつけるのが簡単になってきたな。スタンバイモンスターレベルアップ。ん、こっちの方向であっとんかな。なにこれ。お、マッシュスライム。これはスカウトするべきだね。スカウトアタック。え、弱、やべえ、弱い。あ、これはあかんやつ。確実にダメや。スカウト失敗ということで攻撃しよう。え、やべえやべえやべえ。ちょっとビッグハットやられたよ。マッシュスライム強いよー。あ、ベビーパンサーがやられた。なんてこと。せっかく回復してきたのに。いやー、やっつけてやっつけて。なんか混乱したよ。あ、混乱。やべえ、2匹大丈夫か。あ、大丈夫じゃないかもしれない、これは。あ、ダメだ。これは、あ、どう？あ、でも1匹やっつけた、あいつ。おっしゃ、ってことはいけるいけるいける。あ、プリズニャン。あ、そっか、スタンバイモンスターがいるのか。そっかそっか、そういう制度があったな。みんな頑張って、とりあえず頑張って。君たちもレベルは上がってるはずでしょ。よし、オッケー。あ、メイちゃんのレベルがアップした。ありがとうね。暴れ牛鳥強いな。ちょっと待って、とりあえずちょっと入れ替えるよ。またどうしよう。ビッグハットと暴れ牛鳥ちょっと入れ替えとこっか。ちょっと違う違う、暴れ牛鳥。ちょっと待って、ビッグハットはどうなの？あ、もう攻撃力超弱いじゃん。何やってんの？うん。ほら、攻撃力35やって、暴れ牛鳥77やもん。絶対こっちの方がいいわ。あ、で、回復しとかんとちょっと危ないね。特技で、満タン。よーし、これでオッケー。さあ、行くよ。橋を渡って。橋を渡って、通り沿いに普通に行けばいいんかな。お、なにこれ。なんか地面から出てきた、ウサギ？アニマルゾンビだ。なるほど。スカウトできるかな。スカウトアタック。あ、全然ダメだわ。もう全然ダメだわ。ほらほらほら。いやー、俺をスカウトしようなんて100年早いぜって言ってる。なんか、あ、攻撃力やべえ。こいつら攻撃力やべえ。逃げよう。ああ、しかし回り込まれた。ゾンビのくせに早いよ。逃げよう逃げよう。はぁ、オーク。あ、戦うにしてしまった。ちげえよ。逃げるを選びたかったの、私。ちょ、とりあえず、早く早く。早く私の順番来て。うわぁ。アニマルゾンビたちが強いんだ。アユナたちは逃げ出した。ふぅ、恐ろしい。どっちの方向だっけ？こっちの方向で合ってんのか？なんかある。植物の力をゲット。植物の力とは何ぞや。とりあえずこっちの方向に。へいへいへい。不思議な海藻を手に入れた。この辺毒じゃね？あ、なに？幽霊いたよ。絶対強いと思うんだけど。ほら、逃げるよ。アイヌたちは逃げ出した。ほら、幽霊いる。ちょ、離させて。アンデッドガーデンの守りは厳重よ。ブンドルドはすごく用心深いの。あ、びっくりマークあるな。びっくりマークあるぞ。ということは、うわぁ、なんだあれは。どっちの方向だろう？こっちか？あ、これ道じゃん。あっちに。どれだ？こっち？こっちか。この上？上かな？なんかこの辺。
え、行けそうなとこないんだけど、この辺から上がるのかな。よいしょ。もういろんなところから湧いて出るんだけど、恐ろしいよ。とりあえず逃げて。いやー、しかし回り込まれた。ちょ、オーク、オークの体力。ね、この辺から行けない。あ、なんか宝箱ある。素早さの種を手に入れた。素早さ、よいしょ。ちょっと飛び降りるよ。はい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 。ゴーストと骸骨、まあこいつらならちょっとやっつけていこうじゃないか。へい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 。さあやっつけちゃって、やっつけちゃって、やっつけちゃって。ほいみ、自分にね。あ、プリズニアもちょっとやばいな。プリズニアもなんか一回ガンってやられ、ああ、そっか、向こうか。こっちのゴーストじゃなかったわ。よし、スタンバイモンスターレベルアップ。ちょっとこれはあれだな。とりあえずあれじゃん。鍵手に入れたけど、鍵は手に入れたけど、多分これだいぶね、レベル的に難しくなってくると思うんだわ、私。だから、多少レベルを上げてから来た方がいいんじゃないかなと思うわけさ。へい、戦え戦え。ね、多少レベルを上げてからまたこのアンデッドガーデン。とりあえず1匹目倒したわけで、まあびっくりマークもあったけん、あとはこの2匹を倒せばいいんやと思うんやけど、レベルを上げてからまた挑戦するという方向で、行こうかなと思います。まあ、時間的に長くなってきたなっていうのもあるんやけどね。お、暴れ牛取りが、レベル17。よし。まあ、とりあえず一旦戻って。あ、でもあれだな、なんかなんていうん、ルーラポイントだけでもやっときたかったけど。でもルーラポイントのところにたどり着くのは多分最終的な段階だから、何、誰にぶつかった今、ゴーストだな。最終的な段階の、お城のとこにルーラポイントあったからね。あれ、街中にはルーラポイントないんかな。あ、それかもしかして私、もう解放しとったかな。ちょっと一旦見てみよう。一旦見て、あったら、ちゃんと解放しておかねば。ん？てか、いつの間にあれやばいんですけど。ウェイウェイウェイ。大丈夫？あと一匹頑張ってね。あと一匹頑張ってね。暴れ牛鳥。あ、でも体力多いから大丈夫でしょ。おっしゃー、ありがとう。一匹で頑張ってくれてありがとう。お、スタンバイモンスターのレベルが上がった。とりあえずちょっと、耐えてね。よし。これで、ルーラの場所。あ、ネオンパーク全然普通にあるじゃん。オッケーオッケー。ネオンパークちゃんとある。ってことで、はい。今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ということで、あと墓守2匹頑張って倒して最後のボスに挑みたいと思います。